こんにちは。アメリカテキサスからです。今日は、スーパーでたくさんいろんな食材を買ってきたので、その食材を使って副菜を1時間で10品作ってみたいと思います。ちょっとどうなるかわかんないですけど、一応やってみたいと思います。あとはこんなコンテーナー保存用のタッパーを買ってきたので、これに作ったものをどんどん入れて保存していきたいと思います。よし、じゃあちょっとどうなりますか。一応パソコンでどんな感じでやったらいいのか、パソコンでスケジューリングをしてみました。それはこんな感じです。こんな風に作る食材を考えて、自分が動くのをちょっと5分単位で決めてみました。はい、じゃあ早速このボタンスタートさせたいと思います。スタート。よし、じゃあまずは砂肝ですね。続きまして、伊達巻きいきます。かぼちゃとハムのサラダに取り掛かっていきます。次はゆで卵いきます。次はきゅうりと大根のサラダいきます。完成です。大根と塩昆布のサラダ。すみません、カメラが切れてました。子供のかぼちゃはこれは離乳食にします。では3品目かな、3品目、あれ2品目、3品目かぼちゃサラダできました。
ました。3品目、煮卵できました。ではこれ4品目、きゅうりとわかめの酢の物完成です。牛乳、4品目、5品目、はい、はい、5品目、マッシュルームとトマトのマリネです。6品目、人参ともやしのナムルです。6品目、大根のサラダです。9品目、焼きナスです。よし、じゃああとは砂肝がまだ炊き終わらなかったので、1時間で炊き終わらなかったので、じゃあ時間62分かかっちゃってますね。でもまあまあよし、まあよしとしていただけますかね。じゃああとは砂肝が炊けたらそれを味付けして終わりです。最後の砂肝が炊けました。で、こちらが今回作った作り置きの10品です。アメリカにある食材で作る日本の作り置き、いかがだったでしょうか。面白いと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ではありがとうございました。失礼します。冷蔵庫の中はこんな感じ、正月かっていうくらいにタッパーが積み上がってますね。